こんにちは。佐々木荒木野上、カッコ塩谷チャンネルです。このチャンネルはサンフレッチェ広島や J リーグの魅力を伝えるチャンネルです。え今日のテーマは優勝 ACL 争いの展望ということで、ま残り4試合、なし5試合になってきましたが、主に今の上位の まあ六チームの、まあ、最近のチーム状況だったり、まあ、今後の対戦相手を考えて、まあそこ、それからどこまで狙えるかなといったようなところを展望していこうと思います。まあこれは現在の成績と今後のカレンダー。 概略みたいなものになりますが、まあ、直接対決、まあ、この6チーム間の直接対決は32節のセレス大阪とカシレスロの試合のみで、まあ、それ以外のチームで勝ち点取りづらいだろうなって考えられる試合も、まあ、31節の横浜 F マリノスの名古屋とのアウェイの試合、サンフレッチェの最終節のアウェイとスの試合ぐらいかなというふうに。 思いましたでまず1チームずつやっていくんですけどまず現在首位の横浜 F ・マリノスですが、えー、残りの5試合の対戦相手のうち浦和戦以外はそのシーズン前半の戦い勝っていてもう浦和戦も勝っ途中まで勝ってたんですけど3点差追いつかれるというような試合でしたですのでそこまで全チームになんか苦手意識がある方ないかなっていうような気は。 しています。で、まあ、川崎との勝ち点差が5なので、で、まあ、大体残り試合数ぐらいが逆転可能な勝ち点差かなと思うので、そう考えると、かなり有利、有利というか、入賞の可能性は、まあ、7、80%ぐらいはあるんじゃないかなと思ってます。まあ、そのホームで残り3試合あって、 で、ホーム戦ほぼ,ほぼほぼ勝っていて、3分けぐらいです。11勝3分けぐらいだったと思うんですけど、っていうことを考えると、まあ、そんな勝ち点を大幅に落とすことないかなっていうのと、やっぱ今年、ちょっとあれっていう試合を見せる時もあるんですけど、まあ、でも年間全体を俯瞰してみたら、やはり一番安定しているってことで。 まあそのともに得点力の意味で、その安定して得点が取れる、安定してその試合を支配できるっていうところが、まあこの年の結果につながってると思うので、まあ、そういったことを考えると、まあそのまま1位になるのかなっていうふうには思ってます。個人的にはもう90%ぐらいは決まってんじゃないかなぐらいの感じです。 それでまあ、連覇中の川崎フロンターレですが、まあ、サンフレッチ戦みたいに、すごい良い試合もすれば、その後にあんま継続できないって言ったところが、まあ、去年までの違いというか、まあ、それでも2位なんで、全然十分だと思うんですけど、今までのフロンターレと比べるとっていうようなところはあります。で、9月の3連戦の名古屋戦か柏戦はどっちかは3ポイント欲しかったなって感じだったんですけど、まあ、どっちも追いつかれてしまって、ただ F マリノスも札幌に引き分けたってことで、まあ、ギリギリ 柏線の引き上げが。 本当にギリ助けられたぐらいな感じにはなります。でも残りの対戦相手を見ると、札幌とは2年前に負けたんですけど、まあ、比較的相性は良くて、まあなんかそ、その後ホームで3連戦できるんですけど、まあ、清水は9月こそ、あれちょっと調子落としましたけど、まあ、その前半戦とは別チームになってますし、で京都3階シートと京都でやった試合では川崎負けてますしで、神戸戦もかなり内容悪くて何とか勝ったっていうような感じで、まあ、川崎相手に結構戦い、金に戦えてたチームのうちの一つ が神戸だったんでで最終節のネ c 東京戦も東京も最近そのカウンターだけじゃなくてそのポジションサッカーでも点が取れるようになる部分が出てきたのでそういったことを考えると F ・マリノスよりもちょっと日程きついんじゃないかなというふうには思っていますでも優勝するってなったらやっぱ5試合で勝ち点もう15取ることを を考えなきゃいけないですね。まあ、それで69ポイントになるので、ただ、不満が3勝1分けいっぱいとかだと、勝ち点で並んで、まあ、得失点で勝てないという風になるので、まあ、そう考えると、やっぱり2位が現実的なところになってくるかなとは。 思います。で、続いてもこのチャンネルのメインで扱ってるサンフレッテ、広島ですが、まあ、残りの4試合がシーズン序盤に戦ったチームがほとんどなので、浦、ま、和、あ、以外ですね。前回の対戦、この残りの4チーム全てと引き分けていると、最初の対戦で。というところですが、まあ、シーズンを進めに照れて、かなり生まれ変わったので、でそこは参考までにといったようなところになるかなと思います。また最後のアウェイの突破は、ホームレーの負けが2回ぐらいしかないので、ちょっと3ポイント考えづらいと思います。でまあ現 現在3位のように見えるんですけど、まあ、セレッソが1試合少なくてそこで勝ってしまうと得失点的にもちょっと危ないので,でも実写セレッソと並んでるぐらいの認識ではいます。ていてことを考えると、まあ、セレッソももしかしたら勝ち点を落とすこともあるかもしれないんですけど、まあ、チーム状態は普通にいいのでそう考えると偽装いえば浦和神戸札幌に全部勝つ2勝1分けぐらいでいくことかなとは思います。 思い仮、まあ、に残り4試合全勝することができて8 63ってなるとで川崎の方が得失点が上なので、まあ、川崎が2勝2分け1敗とかってなると、まあ、入れ替わることもあるんですけど、まあ、ただその全勝っていうのと。 川崎の2勝二分け1敗っていうのが、どっちも達成されるっていうのが、なかなか難しいと思うので、裏、ま、はあ、神戸に勝って、まあ、川崎は札幌、清水、京都でかなりつまずくってことがあると、最後2節で2位が伺えるかなっていうところも、上を見ればあるんですけど、まあ、下を見ればそこまで差はないので、まあ、3位、死種が現実的な目標になるかなと思います。でもそして唯一、カップ戦を残しているというところで、特に天皇杯の後の32節のところは中2日になるので、でまあ前回 中二日といえば、川崎戦で大会したっていうこともあるので、相手は一週間休めるので、そこの神戸戦ンのは少し気になるところではあります。続いて、セレス大阪です。サンフレッチェとギリ戦、天皇杯でやった時と、その間、札幌戦で、まあ、ツール・マギアに失点が重なって、三連敗をしてしまうっていう時があったんですけど、持ち返してきたかなっていうような印象はあります。でも広島のところでも言ったんですけど、三位と勝ち点差三と言いながら、一試合少ないので,で、セレスの最近の調子を考えると。 延期分も勝ちって考えるとほぼほぼ差はないかなとは。 残りの相手は前半戦勝てなかった柏、東京、名古屋が残っていてで京都戦も引き分けていると、まあ、湘南には今年、確かルヴァンの,のトーナメントのところで当たったと思うんですが、まあ、そこでも2勝あと,あとリーグ戦で、まあ、3連戦だったんですが3勝していてそこはかなり得意意識はあるかなとは思ってますまあ残りの相手も序盤勝てなかったといっても選手も序盤そこそこ良かったんですけどめちゃくちゃ良かったわけではないので、まあ、今の状態を考えれば全然負けられる相手では なないいかなと思います特に32節の柏戦に勝つことができれば、まあ、4位って枠で見れば鹿島、広島とない、まあ、4位とか3位を狙うっていう上では、まあ、柏を蹴落とすことができると思うのでもう勝たなきゃ終わりっていうわけではないんですけど単純にライバルチームを減らせるチャンスではありますかあるとは思います、まあ、チーム状態残り、まあの鹿島、柏のチーム状態も考えるとセルス、広島で一騎打ちというか3位争いになるかなとは思います仮にサンフレット じゃ三位になってかつ天皇杯取るってなった場合にはまあ四位に A C L 出場権こぼれてくるのでまあ四以上は行くんじゃないかな勝手に思ってるんですけど、まあ、セルスとはまあシーズン最後までいろんなところで争うことになるのかなとは思ってます。でも続いて鹿島ですね。残りの相手みると前回対戦で勝っていて残留争い中の岩田清水頑張戦が最後の三試合にでまあ東京にはアジスタで負けています。でカシは最近勝ちきれない試合がまあ続いているっていうのが。 まあ気になるところで、で清水さんて特に生まれ変わってますし、まあ岩場戦は。 天皇杯ルバンで当たってリーグ戦でも当たって四連勝しているので、相性的にもそのまま勝つんじゃないかなとは思ってるんですけど、そんなに状態がいいわけじゃないので、岩田戦で勝ち点を落としたりってこともまあ中二日ってのがあるので、まあ、この最初の東京戦岩田戦でお勝ち点を落とすようなことがあると、サンフレッチェとセレッソとは勝ち点差が開いてしまって、今三位ないし四位が厳しくなるのかなとは思います。まあ、ただカシは天皇杯をサンフレッチェ同様残しているので、まあ、そこでまあ一発逆転で ACL を取るというかそこで出場権を確保することは可能なので日程的にもそっちに注力するのかなと思うんですけどただ先制されてしまって追いついた終わりだったりとかっていう試合が最近多いのでまあこれ中段明にしっかり勝ちきることができるかっていうところになりますかね最初東京戦で勝てるとそのまま一気に全部勝つ可能性があるのでまあそうすると全勝すれば勝ち点が59でまあ得失点があんまり良くないのでそうするとサングレッジが2勝に分けない 3勝1敗とかで抜けて、まあ、セレッソも3勝2分けでセレッソも、えー、勝ち点59取るには3勝2分け4勝1敗あたりが必要になってくるので、まあ、どっちかのチームがやってしまったら3位はきついみたいな感じになるので、まあ、ちょっと数字以上にきついかなって思う部分はちょっとあります。続いて柏レイソルですが残りの相手だけ見るとガンバ大阪以外は全て前回勝っている相手になる。 かと思います。さあ、柏も最近、ちょっと調子落ちてしまったかな、っていうところで、8月とかはサンフレッチェとかセレストと,と上にいたような気がするんですけど、気がついたら6ポイント差までついてしまったので、でまあ、特に上位チームの勝ち点、5ポイント差、6ポイント差っていうのも残り4試合と考えると、かなり厳しいかな、とは。 思っています。で、かつ、得失点も一番悪いので。で、まあ、福岡と湘南に関しては、前回勝ったとはいえ、かなりこの2チームで引き分け力の高さは健在なので、まあど,うん、どっちも勝つってのは難しいかなと思いますセレスト戦も最近の勢いを考えると、ホーム対セレストの方が優勢のような気がするんで、でも、歌、ま、手、あ、は特になんか立ち上がりが悪くて、まあ、それで後半修正で勝ち点なんとか取るっていうので、まな、あ、んとか6位に食らいついてるというようなイメージで、まな、あ、んか修正力の高さはありながらも、 立ち上がりの悪さっていうのが全然治っていなくて、まあ、そこが柏の今の課題かなと思うんですけど。失点、まあ、もかなり増えてしまって、まあ、それが得失点の悪さにも響いてるんですけど。でかつ、サンフレッチェと6ポイント差ある上に、その間に2チームあるので、まあ、この枠には入れたんですけど、ちょっと3位は厳しいかなというふうに。まあって、セレスト戦勝つっていうのを最低限にしてギリ4位があるかな。 っていう感じになると思います。まあ、以上で各チームの状況の話は終わるんですけど、なんか残留争いの時と違って、なんか少し。 離れてるような感じがするので、まあ、特に1位、2位はそのまま、あと6位の柏もそのまま行くのかなというふうには思ってます。で、3位ももしかしたら柏もあるかもしれないんですけど、まあ、広島、セレスとどっちかになるかなというふうには思っています。上位チームなので、勝ちで取る確率は高いチームだらけなので、まあ、残留争いと違って1社で一気に上がったりっていうのも、しし連敗っていうのはあんまりないと思うので、 ただも J リーグの歴史を見ると、もうこれ決まりだろっていうところから、思わぬ逆転が起こったりするので、特に1位から4位のチームは最終節、それなりに難しい相手が残っているので、最後までもつれるような展開になったら、リーグ全体としては面白いかなっていうふうには思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。